こんにちは、永山です。こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、9月ですね。もう。9月だ。はい。秋です。はい。秋ですよね。まあ。 ちょっと涼しくなってるといいなと、まあ、収録はね8月にやってるんであれですけど、うん、涼しい秋だといいなと思っております。はい、あの去年の秋とかめちゃめちゃ暑かったんですよね。去年暑かったんでしたっけ、うん、覚えてないな,な夏の次冬って感じだったんでああ、急に中でも寒くなったら記憶ありますね。今年はちょっとねいい気候でいてほしいと思いますけども。ということであの9月のゲストをですねあのまた今月もお呼びしてますのでちょっと紹介を早速したいと思います。はい ということで、おっさん FM9 月のゲストはですね、えー、我々の近所のおっさん友達の川上さんです。<laughs> 川上さん、よろしくお願いします。ますよろしくお願いします。いよいよ、いよいよ近所のおじさんが集まっているだけなんだ。<laughs> いや,<ー> <laughs> いや<ー>そうですね。いいですね。<あの笑>近所のおじさん、っおっさん友達の川上さんですって。<laughs> それ、ただの居酒屋で話してるだけな <laughs>、うん、はい い,やいいいやんですよ<や>そういうコンセプトのね、いいねポッドキャストなんで、うん、いいじゃないですか。はい <laughs> ということで、まあ、あの川上さんとはいえね、あの川上さんって誰ですかっていう方もいると思うので、まあ、我々とのご関係をちょっとね、うん、最初に紹介したいと思うんですけども、えー、まあ、あれですよねあの、私がよく通ってた、あの永山さんが、永山さんがやってたっていうと、ちょっと語弊があるのかな。うんまあ 僕と佐野さんって一つあ佐野さんという方がやってたデザイン事務所兼んだろうカフェカフェカフェバーみたいなところで私もよくそこにね飲みに行ってたんですけどそこで知り合った飲み友達と。そうですね。あれえのあそこで最初に会ったんですかそうですよ私は。多分ねそうだと思いますね。ああそっかそっか。うん。僕もよく一人で行っててカウンターで飲んでてで川上さんも。 あのよく出らっしゃってで多分最初はね多分映画とかそういう話でそなんですよ、ね、ああ映画の話したのは覚えてる<の>、うん、お二人に見た方がいい映画何かみたいなのを毎回のように聞いてそうえ <laughs> そうでえそうですかそうかそうか。スマホとかに酔っ払ってメモってるから帰ってみてもなんかわかんない <laughs> みたいな。<laughs> でもほら川上さん最近。 あの私もよくツイッターとかフェイスブックとか拝見してますけど、多分今はあれです、今はか当時かも当時からそうかもしれませんけど、結構あの映画館に映画見に行かれてますよね。そうですね、うん、確かにおじさんになってから映画を見るのが増えましたね。うん、特に僕が観測している範囲だと結構こう渋い邦画を見に行ってる気がします、ねああ。そうですね、邦画が昔から好きは好きで、だからこそ、 クリスさんのおすすめとはちょっと、ね、これまでの趣味とは違う分、うん、見たら面白いみたいなのは、そういうのがね、野、うん、宮でわかるのが楽しかったですね。はい。まあ、僕のこれまでのベスト映画はファイトクラブなんで、そ,の <laughs> <laughs> そういう人が選ぶ映画とはずっとちょっと違う感じの。このラジオでも何度も登場している。ファイトクラブね、そうです。ええ、<laughs> <laughs> はい。で、まあその、そこで知り合って、長山さんと川上,上さんはどんな感じだったんですか僕は、 多分川上さんが前職のオフィスを、京都オフィスを作るとかでき、うんうん、来てた時ですかね。かも。ほ<う>うん、で、ほうほういろいろスクール、んゃいろいろトークだ。いろいろトークっていう。あ、そうですね。あ、そっか。あ<の>そこでか。なんですかね。トークイベントを月1ぐらいでやってたんですけども、それの、まあ僕も常連で、 で川上さんも何度かいらしててでまあトークイベント終わった後のまの飲み会みたいな感じになってまあ僕はなんかまあ酔っ払いながらいろんな人にちょっかい出している中で川上さんにもちょっかい出してたって感じでそうですね、うん、ま,まさにそんな感じですねそんな感じでいい感じでね、はい、トークイベントで一人酔っ払ってる人がいて <laughs> なんかそういう感じがもうだいぶ遠い昔のことのようですよね。まあ、実際遠い昔なんです,けど遠い昔ですね。なので結構まあ,あのお会いしたのは結構前からですね。それこそ僕までハテナその時やめてなかったからそういうタイムスパンですね。そ,うん、そんな前なん,なんですね。なんお家が近い頃は、ね、お邪魔したりもしてたしそう,そうそうそう、遊びに来てもらったこともありました、うんお,まあ、お子さんの、ね、年齢がかなり近い。いや、いいじゃないですか。本当にだから、ね、そういうい場所で 知り合って仲良くなったみたみ、ええええ、んでまさに近所のおっさん友達とう、うんまあ、大人になってからできた友達の、うん、貴重な友達の一人ですからね確かにねそうそなか,なか、まあ、地,地元じゃなくてねそういう感じがあるってうん、うん、なかなかで、ね、き、ね、な,な,ないですね、うん、はい私なんかあれですよあのこの「おっさん FM」の156回157回のゲストのあのすきさんお宮堂のすきさんと川上さんと3人で、うん ルーマープラザでしたっけそうですね。あの京都の有名なんですかサウナ。サウナサウナスパみたいなあのー、に行ってなんだろう温泉入ってサウナ入ってでその中にあるなんかんでしょう飲食スペースで酒飲んででその後カラオケ行って帰るみたいなことをコロナ前にやったりとかし、うん、てましたね。うんうん、あれ楽しかったなあれな。 あれもう一回やりたいな、あれな。やりたいですね。ねうん。はい。で、まあそうそう。で、川上さんはその、おっさん FM にいつか呼びたいねっていう話を中山さんとずっとしてて、うん、ようやくタイミングがあってという感じです,です、ねはい、ありがとうございます。はい。なんで、あの、あの当時やってたような、居酒屋の、あの、なんでしょう、カウンターで喋 <laughs> ってたような。<laughs> そうですね。たださんともう、飲むおじさんが僕だけになってしまった、ね、確かに。かそうか。香川上さんまだ飲んでるんですか、酒。 バリバリ飲んでますね。お<う>僕はそのバリバリ飲んでる様子も SNS で補足してますから。<laughs> 確かにちょっと飲むとね <laughs>、飲んでるウィーはあるし、あ上手ない、ね、いやだからいい,いいなと思って、なん<ー>でしたっけ、近所の立ち飲み屋とかに行って、ああ、そうですね、もうたこ焼き屋に行っちゃうんですよね。ね、たこ焼き屋いいなって。たこ焼き屋で飲むってよくないですかあいいすね、すね たこ焼き屋ですようたこ焼き屋で飲めたらもう最高一人飲みが、ね、しやすいところってのを探すんですよねいそうそう川上さんのそのね今回はまあ今週来週と2週にわたってなんかその趣味とかそういう話を聞いていきたいなと思ってるんですけどさっきあのスパのスパというかルーマープラザの話出ましたけど結構なんかそういう銭湯とかサウナとかにはあちこち行かれてるんですか そうですね。あのー、行くようになったんですね。気づけば。んなんか、いつから行き出したか。まあ、多分、まあ、1年とか2年も経ってないとは思うんですけど、うん、まあ、割と、ね、ハテナの近くにも銭湯あるじゃないですか。はい<年>、初年よかな。初年よ。はい。うんうん、結構、京都って銭湯が多いっていうね、ねうん、話もあって、ちょっと、まあ、近所の人が、それこそ、なんか、祇園祭とかで、ね、出会った地域の人が、あの、それ終わりで銭湯行ってくるわ、みたいな話を聞いてると、うんうん ちょっと行ってみようかな、みたいな感じで行ってみたら、うん、なんか、案外というかすっげえ良かったっていうのが正直なところで、そこでなんかもう、今も毎週のように行っちゃってますね、うん。あの、うちの近所だとめちゃめちゃ有名な白山湯っていうね、そうですね。白山湯。いいですね。あって、うん、全国放送のサウナの番組とかでも取り上げられて、そうですね。はい。<ー>なんかあの白山湯に通ってる知り合いがいるんですけど、 なんかあのこの間、断蜜が来てから。ね、断蜜とヒャダインが来てましたね。そう、断蜜とヒャダインが来てから、もう、なんだろう、もう、府外からもういっぱいお客さんが来て、もうめっちゃ混んでるって,ってへ<ー>ね、断蜜それ以降もいろんな人が、なんか、行ってますよ、うん、白山湯は。えど、白山湯って、ほら、いろいろの近くにも白山湯あったじゃないですか。あっちじゃなくて、あそっちの白山湯です。そっちの白山湯に、っえっと、断蜜が来ました。あ、そうなんだ。へー。うん で、もう一個近くに白山湯ってあってね、あの、ご兄弟で経営されてるんですよね。うん。あんだから、小福亭の前と、ま、そんなローカルなことで分からかにいたわけですういろいろの近く、いろいろの近くと、小福亭の前があって、いろいろの近くの方によく来てますね。どっちもいいらしいですけど。へえあ、あそこなんだ。あそこは、だからそれこそいろいろ DIY であそこオフィス作った時に、もう体とかめっちゃ汚れるから、それで、銭湯に入っ汗を流して、 お疲れ様でししたたっっててよくやってましたね最近その銭湯の横、まあ、最近でもないなもう何年か前に銭湯の横のになんかあの飲み屋さんができたんですよね、うん、でそこにも、はい、行ったことありますしえー、いやいいですよね,いいすね銭湯なんか他にも結構京都は有名なね銭湯いっぱいありますもんね、まあ、梅湯とかね梅湯あそうそう梅湯さんとかね結構その通うっていうのは、うん、なんかいろんなとこ回ったりするんですか あ,あっちこっち。まあ、近くのご幸湯ってところとか、割と自分はもう気に入ったところにずっと行ってますね。何が気に入ってるかっていうと、うん、あの、やっぱ露天風呂があるっていうか、反露天風呂。ちょっと窓を開けたら外と繋がってるみたいなところがあって。<ー>うん、今、まあもちろんサウナもね、ずっと目的ではあったんですけど、あのまあ、その露天風呂がとにかくね、風を感じながらぼーっとする、 っていうところの贅沢感にハマっちゃいまして。そこがもう、言ってみれば450円でね、入れて、露天風呂ってそんな、で、早朝に行って、それから帰る時とかなんかもう、それこそ旅行に行ってるぐらいの充実感を450円で、車輪ンコで。<laughs> るっていう、こんな贅沢な、その休みの始めはないです。あ,あ,あの、朝風呂がね、 朝風呂良さそう。うん、確かにな。朝風呂か。はい、いいですね。あの、7時とか、それぐらいからやってるんで、日曜日の朝に行って、朝マック買って帰るとか、<laughs> <laughs> あの子供たちのね。<laughs> あ<ー>あなるほどね。朝食を<朝>買って帰ってくるわけですね。はい。そうそうそう。え、その入ってる時間はどれぐらい入ってるんですかその銭湯の中には。まあ、いくらでも入りたいんですけど、まあでもね、うん、家のこともあるんで、だいたい、 割と早いです20分とか30分で<あ>あ<の>そんなもんなんだうん、はい、じゃさっとさっと浴びてじゃあほんとさっと一と風呂みたいな感じですねって感じですねそうですねなんか風呂にそんなに価値を感じることがあるなんてね子供の頃は思ってはなかったんですけど、ね、<laughs> <laughs> いやうちはあれなんですよあの、まあ、鹿児僕鹿児島出身なんで、うん、鹿児島も温泉がいっぱいあるんですよ銭湯<う>イコール温泉なんですけどうちのその両親がもうめちゃめちゃ長く入るんですよ 長風呂だな 2> 2。2時間、3時間入るんですよ。ああそれは、まただいぶ長いですね。2>, <laughs> 2時間、3時間。長いでしょう。で、うん、特に母親が長く入ってて、中で何してんだって聞いたら、途中で寝てるって言うんですよ、<laughs> ああ、いますよ。<laughs> いますはい。寝てる人。ああ<ー>。そんなことあんのかとか思ってますけど、まあでも、僕も結構多分、川上さんと同じタイプで、多分、2、30分入って気持ちよくなって帰ってくる感じですね。うん、しかも、川上さんに言って、そのご好意とかは、あれですよね。その、なんだろう。 えー、ロ,ロビーというか、受付のところにちょっとこう飲食スペースあるじゃないですか。あそこ今やってるんですかやってます、やってます、あの、まあ、時々、コロナのあれで、時間短縮とかあったりするんですけど、うん、やってるんで、うんうん、先輩方はやっぱ朝風呂で、ね、出てね、7時とか8時に、そっか、その時間飲んでますからね、決めてます先輩方。<laughs> いや、いや <laughs> もうそれそれができるのがいいですよ。はい 先輩はすごいなってあ<ー>。銭湯のいいところは先輩に出会うんですね。このおじさんになってからさらに先輩が。なるほど、なるほど。この、ね、40になりましたけど、40歳なんてまだ若者みたいな感じですよね。そうですよね。うん、<laughs> 確かに。相対的にね。う確かに、はい。その感じはちょっと楽しいですね。えー、で、かつみんな真っ裸で。はい,はいはいはい。あと、あの、京都の銭湯、僕びっくりしたのが、あのー、 結構あの和彫りというかタトゥー入ってる方でも普通に入ってらっしゃるじゃないですか。そうですね。なんか別にそれ田舎の地方の、ね、銭湯とかとかだと,と普通かもしれないけど東京とかだと結構そういう、ね、体になんか彫り物した人はちょっと NG ですっていうところも割とあるのかなと思ってたんですけど、はい、だから子供と一緒に行くとなんかすごい不思議そうに。 大んかなんで絵が描いてあるんだとかって言うから <laughs> あんまり大きな声でそういうこと言わない方がいいよって言ってそうですね、うん、一回脱衣所でもう自分以外全員っていう時ありましたよいやそう,そう,そうですかド,ド,ドリフドリフドリフのネタにたつっいう <laughs> がありましたよねそういうやつがね <laughs> はい見せ合いっ子とかされてましたよ、うん、いや確かに最近は僕もなんかそのこ怖いとかじゃなくて単純になんかその興味の方が湧いちゃうから お,お,らおじさんになって話しかけるハードルがさ下がってるからもう油断すると話しかけそうになるんですよね。んかあのイスラりのど,どのぐらいで,でいくらでできるのとか <laughs> その結構途中の方もいるんでクリスさんの探求心が勝っちゃう気になっちゃうからそこはもうぐっとこらえて我慢我慢我慢ってしてますけど、はい、いやそうですね戦闘いいですよねうん。 なんか逆にこう行ってみたい銭湯とかあるんですか、うん、まだ行けてないけど。どうなんですかね結構それはあの、いろいろ回ってみたい、回ってみたいですね。うん。船岡温泉とか、うん、行きました全然、どこですか、それ。船岡温泉って、船岡山公園が近い。<laughs> もう全然情報が増えるい <laughs> <laughs> 今ね、えー、あの戦闘アプリとかあるんでねそれで見て結構まあどんとあるんだとかはあってあ、まあ、チェックインしたらポイントたまるとか今ねサウナブームですからそ,それ系は多いですねうんそれでちょっと探すとかはありますねなんかあのあれですねちょっと今はコロナがあってなかなか難しいですけどもうちょっとこうねあの我々の子供も大きくなって、うん、でコロナでコロナももう少し落ち着いてきたらちょっと お,おじさんたちだけで、なんか、一泊の温泉旅行とか行ってみたいですよね。ああ、いいですね。そ,うですねそれはね、うん、やりたいんですけど。なんか世の中のほら、なんか、なんだろう、風潮的に、なんかお、おじさんはおじさん同士で旅行したりしないみたいなことを言う人もいるじゃないですか。そうなの、うん、なんかこう、女性は結構女性同士で旅行とか遊びに行ったりするけど、うん、なんかそういうことをしてる男性って意外と少ないみたいなことを。ああ、そっか。 だからそのなんか男同士でみたいなやつが結構少ないからなんか男性はこう年を取ると孤独になっていくんじゃないかみたいなことを言う人もなんか見かけるんですよ。なるほど、なるほど。それに抗っていきたいと思う。じゃあちょっとそれ、実際うまくいくか試してみましたね,ねもしかしたらね、いや、だからみんなやんないんだねっていう <laughs> 何かしら原因が、ね、そういうね、落ちになるかもしれない、ね。その,その可能性は全然ありますね。まあ、検証っていうことでね。うんはい、あとは岡岡先生のメモを見てると。 なんか競馬ってて書いてあるんですけどそうです、ね、競馬も最近,も最近この春ぐらいからですかねこの春ってめちゃめちゃ最近じゃないですか最近だはいだってなんか、うん、実家の母親と電話したら、うん、実は毎週買ってるよっていう話をしてて <laughs> お母さんそうですねで母親が「むつみ」っていうんですけど、うん、623を<ー>とりあえずずっと買い続けてると でい,いつかとんでもない三連弾っていうんですかね。はいはいはい。だからもう、それだけにかけてて三。三連にかけてですね。そうそうそう。<ー>ああ、そういう楽しみに持ってたんだって思って。確かに。トトもやってた頃はあるんですけど、うん、サッカーのね。あれなんかあんましあ当たらないことも多いしで、なんとなく、違う、こんだけね、世の中の人を魅了する大娯楽なわけなので、ちょ まあ何も知らないのももったいないかな、みたいな気がしたのでちょっと、まあネットで買えるって話もね、調べたら、知らなかったんですけど、ちゃんとは。で、簡単にあのアカウント作って買ってみたら、まあ、こういう時にねやっぱね、ビギナーズラックっていうのがあるんだ、みたいな。結構その序盤で、毎週のに当たったんですよ。へー。全然馬のことは分かんないんで、うん、 あの、なんか、無料で500ポイントもらって、その500ポイントをなんか、AI のよよ予想にかけ、予想を買って、<laughs> もう AI だけに任して、え、それだってさ、楽しいーだよ500ポイントもらって、それ AI に渡してかけって、<laughs> はい、そ,れそれ、う当たったすげえ <laughs> !AI ってやっぱすげえんだみたいな。<laughs> 何もしてなくないですよ、それだって。そうですよね。あ、しかも走ってるところも見てないですよ。結果だけ見てい結果だけなあ、え、そうなの、ね、別にその、 馬上に行ってるわけでもなく。もちろんです。まあ、ちょっとは見ようとはするんですけど、テレビも見てるわけでもなくそうですね。ログインしたら当たってるみたいなのが結構あって、<laughs> <ー>それこそもう 5, 5万以上を当てるとかが2回ぐらいあったんですよ。へーすごい、えー、あ,あとまあ AI だけだとちょっとつまんないので、AI と名前が面白いやつ。 あとミーハーシンで必ず竹豊に入れとくっていう。めちゃめちゃ面白い方針そうですね AI と名前の面白さ竹豊っていうのでやってると3本戦略で言ってるんですね。なんか当たってたんですよね。あれそんなボロいもんだったってこれやってこって。ちなみにそれでいくと3種類のかけ方をすると。 やっぱ AI が一番勝率は高いんですかえっとですね。うん。竹豊かっすね。あ、竹豊か <laughs> <laughs>、ね、竹豊かなんその。なんか僕がやってるのはその3位以内に入るあの2つを選ぶみたいなやつでやってて、うん、いい感じで竹豊か入ってくるんですね。うん。うんそこはやっぱ実力があるんですね。うん、なんかこれ多分、いろいろ知ってる人はもう入れない時でも、うん うん、多岐歌歌か縛りでやってるんで、<laughs> そういうのにちょっと任せるしかないんですけど、うんうん、これ何がいいかっていうと、これメインの,その走るやつが、土日、僕、だから土曜と日曜どっちもかけてるんですよ。うんうん、結構はまってますね。土曜の朝起きて、まず予想するっていうのをまずタスクにしてて、うんうんうん、そうするとその。予想っていうのかよ、<laughs> 予想<す> <laughs> <laughs> あのとりあえず、かけなきゃ当たらないってやつですね。はい、それをやってて まあ、毎日どの15時45分と日曜の15時45分にあるんで、うんうん、土日、どっちもとりあえずドキドキワクワクを夕方にできるっていう。ああ、なるほど、なるほど。そ,かそ,かそれが、その、それに金払ってる感じですね。ああ、どうなったんだろうっていうのが、のはい。週の、週末2日あるっていう。週末、毎どっちもにあるっていうのが、なかなかいいワクワクを変えるなっていう。うん。なるほど。 だからもうそのワクワク台だと思ってやってるってことですよね。そうですね、うんうん。トータルではどうなんですかトータルではね、まだ勝ってるかもですね。そうなのまだ。最近調子はすごく悪いんですけど。う武、んうん、豊の調子が悪い。武豊の調子が悪い。僕豊の調子が悪い。でも川上さん、それめっちゃキャッチーな掛け方だから、 なんかあのー、本当、情報商材作れるんじゃないですか。<笑><笑>ツイッターアカウントで、競馬は AI と、<laughs> AI と、名前が名前だ。と、はい、竹豊かにかけろ。でもそれ、商材として説明するのそれで終わっちゃうじゃないですか。も <laughs> 確かにタイトルで高く分かっちゃう。<laughs> そうですね。えー、もう自己責任の張り方なんで、多分無理ですね、これ<ー>面白い。最近あの、ニュースで、なんだっけ。 競馬予想 AI がなんか一般公開やめたみたいなのありましたよねなんかへえ<ー>かね人気が出すぎちゃって AI のみんなだからその AI をもとに馬券買うとオッズが変わっちゃってああバンクロわせみたいになっちゃうんだ、うんうん、そのバンクロわせっていうかその AI が予想した通りに買う人が多くなるとオッズが下がるから、はい、<の>そうですね利益が出なくなっちゃうってことですか あんまおかしくなっちゃうから、うん、もう個人で、個人利用に戻しますみたいなことをなんか、見てみましたよ、うん、なんかで。<ー>うん、それはでも当た、当たるからってことみんな使うやるのはそれとも、おもしろ、半分でやってるのか,まあだから当たるから、やっぱ人もつくんじゃないですかね、確率とか。だ,ね、だから競馬の面白いのは、もう、その、当たるやつかけても、儲からない、あのね、配当金が少かないんですだから僕その、その、刺激が欲しいので、できるだけ万馬券に近いものが、うん、 <laughs> いいなだから AI も <laughs> 完全にこんな手堅い予想してるときはちょっと AI 捨ててうん、うん、面白い名前に寄せようとか結局当たってもそんな、ね、僕らそんな <laughs> ちょっとぐらい勝ったとて楽しくはないみたいなのがあるんで、ねうん、確かにそっかそっか当てに行くというよりは夢を買うというか、ね、逆転してこう、うん、お来たなみたいなのが。 面白いと。そうなんですよなるほどで。それが序盤にはまっちゃって、それが本当にね、当たってるから5万とかを買っちゃうので、あ<ー>あその味しめちゃってるんで、ちょっとずっとその張り方やってると、それは平均的には、ね、そんなに当たる、当たるわけじゃないんじないな<ー>、えー、なるほどね。え、それは、その、1回でかける額、マックスいくらぐらいだったんですかこれどうなんですかね、毎日毎日、土曜日、日曜日に、 2,000 <2, S 1> 円ぐらいの間隔ってことですね。そんなのちょっと飲みに行くかって感じの額じゃないですか。ね、いやこれがだんだんとほら膨れ上がってくるとさ、もう,う、ね、ギャンブラーみたいな感じになってくると。ね、そうそう、そこを超えちゃうと。まあ、というか、ずっと土日曜日だけだったやつを土曜日にしてる分。 ちょっとずつてますねでもそういう欲的なものにちょっと振り回される感じもまあ面白いというか。えいや、いいですね。競馬。だからこれ、コロナ禍で外出れないから家で楽しめるものっていうのはあるかもですね。確かに。そうか、まあ行かなくてもいいわけですもんね。なんなら。ネットで動画も見れますし。 僕も実はちょっと競馬興味が最近あったんですよ。おおでも僕、はかけるとかじゃなくて、どっちかっていうと、現地に行って馬の写真撮りたいなって、そっち側だったんですああとど、動画とか、でも動画多分ね、怒られるんで、まあ、写真とかだと思う,あそうなんですか。動画は大丈夫なのかななんかね、ありますよ。ちょっと調べたんですよ。スポーツ関係の、なんかその、なんだろう、撮ったやつをどう扱っていいか OKNG、OK、みたいな。 とりあえず、ね、競馬と競艇とかそのギャンブル系は客席移すのは絶対 NG なんですよね。あまあ、なんかトラブルありそうですもんね。トラブルありそう。映、うん、ってたみたいなのはよ,よくないから。で、あとその走ってるのも一応その競技なんで、なんかその最中はダメとか、パドックは OK とか、なんかそういうなんかのがあったような気もする,、ねうんうん、なるほど。ちょっとね、詳しく、もうちょっと調べないといけないんですけど、はい。だからその競馬っていう文字を見たときに、なんかもしかして現地に行ってるんだったら。 ちょっと聞いてみたいなと思ったけど、まさかそ、そんな、<laughs> なね、そういう感じの競馬だとは思わなかったですね。はい。今は。アプリでもちょ、ちょっとできちゃうんだ。ね。そうっすね。もう、競馬なんて昔のもう、ま、巻き場王ぐらいしか知らない。<laughs> <laughs> <laughs> 俺が知ってる競馬は巻き場王だっていう会話です。うん、<laughs> そうですね。<laughs> すごい。すごいよ。でも、そ,そういう人でも、竹豊の名前は知ってるってすごいよね。 竹豊も一郎みたいなもんでょう。もう別に競馬に限らず有名人。CM とかね、テレビとかも出てたしね。うん。ていうか、そうですね。駆け始めて知ったの、やっぱ毎週走ってんだっていうのがね。毎週走ってんすか毎週いますよ。竹豊さんも結構な、年齢的には結構あれですよね。もう上の。も大ベテランじゃないですかうん。いや、すごいな。まだやってらっしゃるんですね。あ、今53歳だそうですよ。おえ。へえ。ー。 あ奥様は佐野良子さん。の <laughs> 不安なってきた。<laughs> え、見てる、竹豊かと持ってるだけだったらどうしようかな <laughs> <laughs> いや、竹豊かさん、竹タカでしょ。<laughs> 名前がすごく似てる、ね。60、ね、歳でやれるってすごいです、うん、うん。すごい。面白いなええーはい。で、あの、川上さんのその趣味の、もう一つがその、レコード収集。これも最近なんですか、すね、これ。これも、 こまあ、それこそ、これもやっぱコロナ禍で、ね、うん、ライブとか行けなくなったりして、うんうん、緊急事態宣言、家でいろっていう時にね、そのやっぱおじさん的になんかいい音で聞いてみたいとか、じゃあ結構、オーディオ環境とかも整えてた感じじゃないですかいや、そこまでではないんですけど、うん、なんかいや、レコードって聴いたらどう違うんだろうっていう、ちょっとまあ興味本位、ね、あ<ー>なるほど,なるほど はい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 結構最近ね CD と同時にレコードも出すみたいなパターンもありますよねあるそうそ最近そ,のそもそもそのサブスクでね音楽聴いててはい、はい、レコードあの CD プレーヤーも持ってないし、うん、っていう時になんかねなんかレコードいいかなって思ってちょっと聴いてみたら、うん、なんかいい気がしたっていうのがあって。えーうん、その、うん、レコード 買ってますね。でよくレコードを探す時ってディグルとかっつってこうレコードが並んでるところをシュ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 ってこうなんかやるイメージがありますけどああいうことやってるんですかいやあのね僕すごいなんか保守的な人間なので全部これまで買ったやつを好きだから。でもいいんじゃないですか バイナル版を買い直してるとこなんですね。はい、CD で持ってたけど、CD 聞くプレイヤーもないし、サブスクでも聞けるんだけど、それでマテリアルで聞きたい場合、レコードになるっていうところがあって、で、だからそれこそね、レイ・ハラカミとか、ああいうものをちゃんとレコードで聞いたらどうなんだろうっていうのとかで、そもそも全部持ってたやつをレコードで買い直して。買い直して。 本当だ。今ちょっとインスタとか見てるけど。うん。フィッシュマン、フィッシュマンズとか。そうですね。<laughs> フィッシュマンズとかを、やっぱ、あの、よくわかんないけど、いい音でやって出し直したみたいなやつが多いじゃないですか。はいはいはい。うんうんうん。それで、やっぱり、それで引かれてっていうのと、やっぱなんか、ものとして、なんか、ジャケットがやっぱ、大きさ的にね、そういい、そうね。はい。うん、うん。あの、 絵画じゃないけど、アート作品とも言わないけど、なんか置いてるとすごく好きなものとかね、大きく。わかる。あのデカさはやっぱいいっすよね。うん。まあ、アート作品ですよ、あれは。紙で包まれて、音の塊しか入ってないみたいな、なんかあのシンプルさもすごくいい感じい、ね、です。あとにいで正直、これ、匂いもありますかあの、レコード独特の匂いが、あ<ー>必ず変えちゃうんですよね、僕ね。<laughs> 意外と匂いフェチだったんですね、うん、山,山さん、そういう。これ、あの、競馬で買った金で買ってます。さっきの話とちょっとつながってるんですね。<laughs> そうなんですあの。競馬でやっぱね、うん、5万とか買ったら、うんうん、まあ、普段買わないもの何買おうかなっていう時に、レコードに。レコードで、やっぱ古いやつとかって、まあ、正直ちょっとすごい価値が出ちゃってて。プレミアついてるみたいな。はい、<ー>高いのか。 ちょっともうそういうね、メルカリ的なところも手を出しちゃうんですよね。ああ<う>、そうなんだ。えー、面白い。<う>なんかそこがつながってるんですね。うん、競馬で買ったお金を使って。そうそうそう。だから、その有益にねお金回していくときに、いいな、なんか流れ的にレコードに着地してるって感じですねうんあ。え、じゃの最初にそのレコードを聞いてみたいなってなって。 ったのはやっぱその競馬で勝ったお金が手元に入ってこれ何に使おうかなっていうところが入っていった感じなんですかで,す、ね、でかつそっとあの緊急事態宣言があってでヨドバシに走駆け込んで、うん、そのまま抱えて帰って <laughs> レコードのやつをはいおいやレコードかそうです永山さんは DJ の時ってレコードではなかったんですか僕はもう完全にもうレコードとか難しすぎるんで、あの、コンピューターにだいぶいろいろ任せてるって感じですね。ああ。うん。キュ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 やってる感じってあれなんでしたっけあれは CD? キュ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 やってるやつはその CD なんですかね、その、キュ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 できるんですよ。できる、そこだけできる。そうそう。音源が何であろうが、そういうコントローラーで回すと早く回ったり遅くな回ったりするんで、まあ、うん、その、 音源が MP3 とかそういったコンピューター用の形式でも速度変えたりとかスクラッチしたりとかってのはできる、うん。うん。クリスさんも B’z、はい、が出したら買うんじゃないですかあのね、この間 B’z がニューアルバムを出したんですけど、うんはい、えっとね、予約特典っていうか特別版にはカセットテープついてましたよ。あ、そっちか。最近カセット 増えてきてるねカセットテープついて、でも聞けないんですよ。だからちょっと、カセットが聞けるやつ、まあ別に聞かなくてもいいんだけど、欲 <laughs> しいなと思ってますけど、あとあれだな、あのレコードじゃないんですけど、うん、えっとね、アマゾンの予約特典、アマゾンで予約すると、アマゾンが出してる予約特典があるんですよね。うーん。アマゾンでこれを買うとっていう特典で。はいはい ビーズが最近やってんのが、デカジャケットっていうやつ。<ー>それこそレコードぐらいのサイズのジャケットのが来るんですよ。で、その中になんかくり抜いたって、その CD の,、うん、あの箱が入っててみたいな。で、最初それに気がつかなくて、なんか、あの全然何も考えずに Amazon で予約して買ったら届いたらめちゃめちゃデカかった、うんですよ。なんだこれって思って。<laughs> なにえ間違ってレコード買っちゃったとか思ったけどあこういうことかとか思ってデカジャケットでしばらく家に飾ってましたよああ壁に貼ってっぱりうんは飾ってたやっぱいいですよねあのサイズ感ねあのそうですねここ、まあ、テレワーク多いんでやっぱそういうのが好きなものが、ね、身近にある感じがわかる、うん、テレワーク、ね、ミーティングするときにこう後ろに今日の一枚みたいな感じでこうジャケットこう飾ってミーティングしとくと <laughs> いや、なんかね、それね、あのー、最初の頃ね、なんか、後ろになんか T シャツとか飾ってたんですよ。で<ー>なんか、どうもそれがね、不評というか、不評とまではないんだけど、<laughs> なんで不評なのおじさんのなんか悪い、なんか。<laughs> おじさんやってんな、って。うん、そう,そう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 、なんかちょっとこう、な,なんかいや,いや,いやらしいじゃないけど、な,どね、な,なんだあれや、みたいな、ちょっと鼻につくみたいな感じになニュアンスのことを感じ取りまして。<laughs> すぐめました言われてはない直接そんなことは言わないけどんかそんなにあれなんだなと思ってちょっとまあでもほらリモートワークでちょっと部屋の整理をしてんかまあその川上さん今おっしゃるようにさっと目に入るとかさっと手に届くところに自分の好きなものとか眺めておきたいものとかを置くようにはなりましたよ。 本とか、えーうん、なんか豊かな感じがしていいですね。僕、今の自分の机の周りのめちゃくちゃぶりを見て反省してます。<laughs> い別にそんな、な,なんかあのすごいものを想像しないでください。本当に単に置いてあるだけなんで。うん、川上さん、これ結構多趣味ですけど、奥様的なこう理解度みたいなのはどういう感じなんですかね。いや、全然何も言われないですよ。むしろね、全然趣味が奥さんとは違うんで。うんうん うん。お互いそこは、何も干渉し合わないですね。ああですね。でもこれレコードとかまあまあ、揃、えー、ってくると場所取るじゃないですか。うん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 。あ,あでもそうですね。地面に置いてるから、掃除が掃除機が。地面に置いてんの地面にその、ちょっと立てかけてるというか、壁が、<ー>壁にとか。はいはいはい。まあその辺、それぐらいですかね。ああ特に、あの、自分の部屋からは出してないんで、 あ、そそうか父はお部屋に収まる程度なんで今何枚ぐらいあるんですかそのレコードはいや全然まだあの三十枚ぐらいですけどもいいいいですねでも結構競馬で勝ってるってことですよそれだけそうそうか確かにねいいいいよななんかそこはつながってるとねこのレコードはあのなんとかあの時武唄が勝った 時のレコードみたいな朝ね銭湯行ってで帰ってきて競馬予想して夕方に競馬が勝って次の日レコード買おうみたいな流れが最高じゃないですかいいですねそれめちゃめちゃいいじゃないですかめちゃめちゃいいなそういうのでそうですね楽しみをまあでもそうやって自分でね楽しみを休日の楽しみをこう演出できるのはいいですね はいまあそこですよね、でもね、パンデミックもあって、なかなかこうあっちこっち、うん、昔に比べたら生きにくいっていう中でね、どう,こう楽しみを捻出していくかみたいなところはね。ねいや、そうそうそう、やっぱ作,作んないとね、ないですから、まあ、別にそのな,、うん、な,なきゃいけないもんでもないから、別にいいんだけど、うん、あったらあったでね、人生が楽しくなるそう、ね。だったらね、ね、うん、あったほうがいいし、うん、いやー、面白し <laughs> と言ってたら、時間があっという間にですね。もう、取っちゃいましたね。時間に。はい。なりまして。あのー、後半の方も、実は川上さん多趣味ということでね。後半の方にも、なんかちょっと面白い <laughs>、はい、ネタがいくつかあるので、またその話もしたいなと思いますけども、まずは前半はここまでと、はい、はい。させていただきます。はい。えー、では、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。